皆さんこんにちは。今日はですね、家庭菜園で採れたプチトマトを、食べてみたいと思います。ですね、今年、プチトマトを植えたんですよね。で、植えたのが遅かったみたいなんですよね。5月か6月ぐらいに植えたんですけど、その後結構大きくなって、で花は咲くけど実がならずということで全然食べれなかったんですよね。で、もう秋になって寒くなってから実ができて、で寒いから赤くならないんですよね。ずっと青いままで、でこの間一粒落ちてたのをずっと置いてたら赤くなったんで食べたんですけど、それが一粒目で、今日は見に行ったら2粒ほどね赤くなってたので、これ2粒目と3粒目なんですよね。で、種を買った時1000円ぐらい使ったので、で草抜きしたり水やりもしたりして、で多分これ今日で3粒で、あと2粒ぐらい赤くなるかもしれないので、今年食べれるのは5粒ぐらいかもしれないので、種の1000円で計算すると1粒200円っていうね、めちゃくちゃ高級トマトに、プチトマトっていうことになります。来年はね、2月かね、3月初めぐらいにね植えて、たくさん食べたいなと思っております。ということで、今日2つ、取ったんですけど、こっち側はちょっとまだ真っ赤じゃないですよね。この内側の方が赤いですよね。で外側のちょっとね、まだちょっと青いものから食べたいと思います。まだちょっと完熟ではないし、そんなに甘くはないですけど、感無量ですね。そんなに美味しいかどうかともかく、感無量で、そっちの美味しさがありますね。栄養もあると思います。では赤い方を食べたいと思います。こっちも大して変わらないですね。でも自然な味ということで、肥料もね全然やってないので、これまでの努力の成果ということで、美味しかったです。来年はもっとね、たくさんたわわにたくさんトマト、プチトマトを、育ててたくさん食べたいなと思っております。では、ご視聴ありがとうございました。